ハブハブとは、スター型物理トポロジを取るネットワークにおいて中心に位置する修正装置である。ハブという名前の由来は、車輪の中心から来ている。イーサネット、トークンリング、フディなど様々なネットワーク規格に存在する機器だが、ネットワーク分野において、単にハブというと、イーサネットで使われる修正装置を指す。ハブの中には多機能なものもあるが、主要な機能は、 以下の二つである。伝送信号は伝送中にケーブル内で減衰、波形の歪み、実家の増加など様々な影響を受ける。伝送過程において電気信号としての品質を保つため受信した電気信号を復元する機能を持っており、リタイミング機能と呼ぶ通信中のフレームにはプリアンブルと呼ばれる7バイトの1トレーの連続が先頭に付加されケーブル内を流れるが、 このプリアンブルも伝送過程においてビットロスなどの現象が発生する場合がある。このプリアンブルを元の状態に戻す機能をプリアンブル再生機能と呼ぶ。ハブは前述のような機能を持っているが通信における動作としては以下のような動作を行う。受信リタイミングプリアンブル再生受信インターフェース以外のインターフェースに電気信号をコピー送信スイッチング機能を持たないハブは 一方から入力されたデータ自体には一切感知せず、信号を電気的に増幅し、前ポートに流すものである。これは、ツイストペアケーブルではなく同軸ケーブルを利用する、古いイーサネット規格、10ベース5、10ベース2の規制にあたるケーブル、バスを単に機器に置き換え終戦するようにしたものである。しかし、それでは、電気信号の衝突が発生し、 電気信号の波形が崩れ通信フレームが破壊される。現象が多発する。このような衝突が起こる範囲をコリジョンドメインというが、ハブでは前方とがこの範囲となる。ハブ廃下の通信濃度が増えると、それだけコリジョンの発生確率も増えるため、ネットワークの利用効率が低下する。また、ハブ同士を接続するカスケード接続では、カスケードの段数が増えると通信の遅延が増加し、 衝突を認識できなくなるため、10ベース T で4段、100ベース TX で2段という制限がある。ハブの端緒を補うために、MAC アドレスを解釈し、適切な宛先のみにデータを送信する機能を持つ、ブリッジ。通常は、その機能を持つハブ、スイッチングハブを利用する。スイッチングハブ同士のカスケード接続は、理論上無制限となるが、最大でも7段程度が、 理想的とされている。スイッチングハブは L2 スイッチやレイヤや2スイッチングハブ、ランスイッチとも呼ばれる場合が多く、従来の名称であるスイッチングハブとだけ呼ばれる場合は少なくなってきている。また、SNMP に対応していないスイッチングハブはノンインテリジェント L2 スイッチ、SNMP に対応しているスイッチングハブはインテリジェントスイッチや インテリジェント L にスイッチングハブと呼ばれることが多い。スイッチングハブの発売当初は非常に高価であったが、現在ではリピーターハブよりも有用で安価に手に入ることから、リピーターハブからの乗り換えが進み、リピーターハブ、現在でもリピーターハブをパケットキャプチャ等を目的として、ネットワークの状態管理に使用することがある。ポートミラーリング機能付きのスイッチングハブも、 同様の用途に使用できるが、パケットの内容にエラーがあればキャプチャできないので、単純に分配するだけの、リピートハブの方が確実である。L2 スイッチは、大きく3つのタイプに分けられるシャーシ型シャーシ型は、データセンターなどで使われ、L2 スイッチの薄い本体が何枚もラックに収納されて、多数のサーバーを束ねる。SNMP、高速経路切り替え、電源冗長。 多数数をサポートする価格数十万円ボックス型インテリジェントタイプ。ボックス型インテリジェントタイプのインテリジェントとは、主に SNMP の管理機能が備わっていることを指す。筐体が丈夫にできており、放熱も考慮されている。管理者がンを効率的で安定的に運用できるように、SNMP、ユーザー認証、各種ビランフィルタリング、ポエ、 スパニングツリー等をサポートする19インチラックに収まるものもあり、このグループの上位ではシャーシ型との明確な差が付けられない価格数万円ボックス型のオン、インテリジェントタイプボックス型のオン、インテリジェントタイプは一番廉価でスイッチング機能、提供する SNMP の管理機能が備わっていない、オートネゴシエーション、オートメリ、MDIX 機能一部の機種では、 ポートビランやリンクアグリゲーションもサポートするものがある。上位機に比べてポート数が比較的少ない。電源アダプタが外付けのものがある。価格数千円レイヤー2スイッチはレイヤー3スイッチと外観が似ており、ネットワーク内で使用される場所も一部は重なるが、L3 スイッチはルーターのように IP アドレスに応じて中継を行うので、MAC アドレスによって 中継を行う L2 スイッチとは違っている。L2 スイッチは3つの機能を持つ。端末を LAN に収容コンピュータなどの端末が L2 スイッチに接続された時にオートネゴシエーションによってお互いの接続条件を確認して最適の接続条件を設定する。これによってこの端末が LAN ネットワークに接続される MAC アドレステーブルを作成1ラーニング L2 スイッチは MAC フレームを受け取ると、その送信元 MAC アドレスから、そのポートの MAC アドレスを、MAC アドレステーブルに記憶する。MAC フレームを転送にフォーワーディング、受け取った MAC フレームの送り先 MAC アドレスが、MAC アドレステーブルにあれば、該当するポートへ、MAC フレームを転送するサンフラッティング、受け取った MAC フレームの 送り先 MAC アドレスが MAC アドレステーブルにない場合やブロードキャストアドレスの場合は MAC フレームを全てのポートに転送するブロードキャストできる範囲をブロードキャストドメインと呼びルーターネットから見たサブネットの範囲になる2007年現在の L2 スイッチは受信フレームから MAC アドレスを読み込む内部処理タイミングの違いによって ストアフォワード方式とカットする方式に分けられる。ストアフォワード方式一般的な方式。受信フレームをすべて内部メモリー内の受信フレームバッファに蓄えてからイーサネットヘッダーを読み込む方式。内部処理のタイミングが受信状態に縛られないため設計が楽になる。5ミューセック程度の内部遅延がかかる。カットする方式受信フレームは、 内部メモリー内の受信フレームバッファに蓄えながらから、同時にイーサネットヘッダーの読み込みを並行して行い、送り先が決定できれば、フレームの受信途中でも直ちに受信フレームバッファにある、フレームの頭から転送を開始する方式。L2 スイッチの内部処理にかかる遅延を最小限にできるため、例えば300 n セック程度の内部遅延に抑えられる、特にクラスタリングや、 ストレージネットワーク等でのインターコネクト用途では遅延を抑える必要があるため1 0トイーサネット等による高速転送でのカットスルー方式が用いられる VPN や VM のためにスイッチングハブの機能をソフトウェアによって仮想化し仮想ハブを実現する手法があるありがとうございます